こんにちは、夏橋です。今回は初心者のためのギター講座ということで、パワーコードをきれいに鳴らすコツというテーマでやってみたいと思います。パワーコードというのは基本的に、2つの弦しか使わないコード、ではあるんですけれども、実際にこう鳴らしてみるとその2つの弦だけを弾くっていうのはなかなか難しい。例えばまあ D とかだと、こことここを押さえる5弦と4弦を使うようなパワーコードでそこだけを弾くっつうのはまあできなくはないけど他の弦も鳴っちゃう。全部鳴らすとこんな音になっちゃうしそなかなかそこの弦だけを弾くというのはなかなか難しかったりするので、そういう場合でも、きれいに、パワーコードを鳴らす、テクニックというかコツがあるので、それをちょっと紹介してみたいと思います。まずは6弦5弦の、A から、が簡単だと思うので、そっちからやっていくんですが、6弦5弦の A はA のパワーコードはここですね。5フレット目から5フレット目の6弦と7フレット目の5弦を弾く。こんな音が出ますが、実際は他の人はどうかわかんないんですけども、僕はですね、6、5で指を押さえたらここの人差し指でちょっと、4、5、3、2、1の高い方の弦をちょっと触るような感じで、ミュートさせてます。そうするとこっちは鳴ってるんだけどこっちはミュートしてる。こんな風にして、他の弦はミュートさせると、こうジャーンと下まで、ピッキングしたとしてもちゃんとパワーコードとして聞こえる。こっちの音はミュートしてる。なので、コツとしては指先だけに力を入れてあとはちょっと力を抜くようなイメージ、指の先の方にだけ力を入れてこっちの方は軽く触れてるだけ。こんな風にして押さえるとパワーコードというのがですね、きれいな音が出せると思います。で、さっきもやった D とかは、ここ5弦、5フレット目の5弦ですね、4フレット目の7弦、ここですが、これも似たような感じで、上の方、6弦はちょっと人差し指で触るぐらいでもいいし、で、実際はですね、例えば A、こんなコード進行が割とよくあったりするんですけれども、実際 A から D に行くような場合だと、ポジションはほとんど一緒ですよね。そうするとここの人差し指は、力を抜かないでこっちの薬指だけで、7フレット目を押さえる。なので音的に言うとこれも鳴ってるし、で実際のパワーコードのこれも鳴ってるし、これも鳴ってる。で、あとはミュート。っていうふうに押さえると、要はここの人差し指の力を抜かないで、A で D でそのまま。鳴らすとここの力を抜かないっていうのがポイントですね。そういう風に鳴らすとっ
というように、スムーズに、しかもなおかつ綺麗な音が、パワーコードで出せるというところですね。なので、特に、5弦4弦を使うパワーコードの場合だと、6も実は鳴ってても、同じポジションで鳴ってても、問題ないので、ここの力は、ここの人差し指は6弦も押さえているぐらいの意識で、パワーコードを弾くと、うまくいくので、試してみてください。パワーコードっていうのは、ロックとかエレキとかやってる人は必須テクニックなので、ぜひともこのパワーコードというのをきれいに鳴らすように、頑張ってみてください。今回はこんな感じです。ありがとうございました。